こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。この赤いディスプレイのカバー、1978年に発売されたシャープの MZ80K というパソコンです。今日はこれ作ります。シャープの MZ80K は日立のベーシックマスター、NEC の PC8001 と並ぶ日本の初期のパソコン、当時はマイコンなどと呼ばれていましたが、その人気機種の一つです。御三家と呼んだりする人たちもいましたよね。日本のコンピューター業界は、というよりもエレクトロニクスの世界は大きく2つのグループからなっています。一つは政府が大型コンピューターや超 LSI で支援するようなグループ、日立や NEC はそうした会社でした。それに対して家電など民生品を作ってきた中でエレクトロニクスに参入してきた企業があります。シャープやキャノン、ヤマハやセイコーエプソンなんかがその代表ですね。そういう中で出てきたのが MZ80K でした。日立のベーシックマスターも NEC の PC8001 も個人が活躍する時代のコンピューターを理解して発売されたわけですけど、最初からパーソナルだったのが MZ80K と言って良いと思います。 CPU は Z80、 いわゆる Z8。 アーキテクチャに大きな特徴があり、 MZ80K はクリーンコンピューターと呼ばれていました。ベーシックを ROM で搭載するのではなく、カセットテープから毎回読み出すようになっていた。それによってサードパーティー製の言語なんかも自由に使えるということを想定していたわけです。ということでできました。本体、キーボード、ディスプレイ、そして記憶装置であるテープレコーダーが一体となったデザイン。赤いディスプレイ部分のカバー、四角く配列されたキーボードがこの時代のコンピューターとしてはなかなか可愛い感じだったと思います。シャープからは1982年に別の事業部から X1 というやはり個人向けのパソコンのシリーズが登場します。一社の中で MZ と X1 ライバル関係みたいな感じで、それも面白かったですよね。来週も作ります。見てください。